杉尾秀哉君。地理的に言ってもですね、これ一旦戦闘が始まったら沖縄県民145万人の避難、これ困難ですよ。先ほど訓練するというふうにおっしゃいましたけど、そして一方で南西諸島の自衛隊の重要施設の要塞化、地下化が進められるわけです。言葉は悪いですけれども、沖縄は現代の令和の捨て石じゃないか、こういう声が沖縄県民の間から出ている。これについて総理はどう思われますか。岸田内閣総理大臣。我が国の安全保障戦略はあくまでも国民の命、暮らし、幸福追求の権、追求の権利、これに対する明白な危険に対して対応するというものであります。沖縄県民の皆さんをはじめ日本国民の命や暮らしを守るために対応していく、これが我が国の安全保障における考え方であります。その考え方の中でこの住民避難についても考えていく、こうしたことで訓練等を積み重ねているところであります。あらゆる日本国民の命を暮らしを守るために政府として最大限の責任を果たしてまいります。捨て石とは引き捨てならない、そうならないように防衛力を高める政策を批判する立憲の議員、侵略を受けないように話し合いをというのなら、今すぐ北京に飛んで中国海警局の船を引き上げろと言ってきてくれ。話はそれからだ。時事通信の記事から。沖縄は令和の捨て石じゃないか。2023年3月1日の衆院予算委員会で、立憲民主党議員は政府が取り組む反撃能力、敵基地攻撃能力保有を含む南西諸島の防衛力強化によって沖縄が戦争に巻き込まれる危険性が高まっていると相次いで追及した。立憲の杉尾秀哉氏は沖縄の現状を捨て石と指摘。反撃能力行使に踏み出したら戦火に巻き込まれる可能性がある。その最先端が南西諸島だと正した。これに対し岸田文雄首相は反撃能力を備えると危険が高まるとの指摘は当たらない。反撃能力を用意することで抑止力、対処力を高めていくと答弁した。同党の辻元清美氏も、敵が我が国の離島などを占拠した場合、そこに米国製巡航ミサイルトマホークを撃つ可能性があるのか、沖縄県民は心配しているなどと質問した。以上が記事の内容。ここからは試験になる。戦後72年が過ぎ、核を廃棄したウクライナがロシアに核で統括されながら現在進行形で侵略を受けている現実を目の当たりにしてもなお、抑止力という言葉が理解できない立憲の国会議員など、今のこの国には必要ない。日本に手を出すと自分たちも甚大な被害を受けると思わせることで侵攻をやめさせるのが抑止力である。とにかく話し合いをしろというが、そもそも軍事力という裏付けなしに対等の話し合いができるわけがないということがどうして理解できないのであろうか。対話を主張する野党議員たちがただの一回でも中国やロシア、北朝鮮に乗り込んで領有権や拉致問題について対話したことがあるのか。対話をしろというのなら少なくとも自ら行動を示してから発言しろと言いたい。日本の国会は与党の政策に反対ばかりを訴える逆張りと揚げ足取りばかりに精を出す野党議員が多すぎて常に空転しており、とてもまともな運営だとは言い難い。お互いが国民の暮らしを思い正論でぶつかり合ってこそ真の国会運営と言えるのではないだろうか。政治に興味のない有権者も一度でいいから予算委員会の野党議員の質疑を
じっくり見ていただきたい。全てとは言わないが、ほとんどの野党議員の質問が国会で聞くべき質問とは思えない反日的なものや、政治とは全く関係のないレベルの低い質疑であることを実感するはずである。そのようなレベルが低く、この国のためになりそうもない国会議員たちに選挙で票を投じているのは我々有権者であることを肝に銘じていただきたい。国会議員の職務は国家国民の生命を守ることと、この国をより豊かにすることであるが、立憲民主党を代表とする野党の議員たちはその職務を放棄していると言っていい。沖縄県民に危険が迫っていると考えるなら、県民を守るための総合的な防衛戦略を与党と共に作るべきであり、政府の防衛力をそぎ県民の不安を煽ることではないはずである。いつまでも自分たちの美学を国民に押し付けて国民を危険にさらすことなど決して許されるべきではない。そのような態度で臨む限り、この先も国民に支持されることはないだろう。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、いまだに沖縄ステイシ論を展開する政党ってまだいたんだ、じゃあ何もせずにやられるままに見てるのか、二度と悲惨な沖縄戦をしないための防衛強化です、立憲民主党ってなんで日本の政党をやってるんだ、沖縄を守るための南西防衛強化なんだが、そういう議論は中国としたらどうだ、立民は中国のために仕事しているのがよくわかる、そもそも中国が沖縄に侵攻してこなければ何の問題もない話、対応力を削いで放置する方が捨て石だろう、言葉の使い方も何もかも政治家じゃなくて活動家、質問内容が異常すぎて全く追及できない、捨て石という日本語の意味もわからんやつ、最近の日本語ってほんとおかしいと思うよ。自分こそが沖縄を捨て石やと思ってるんやろな。立憲今日も全開だな。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。